カリフォルニア州のニューサム知事をリコールする運動がいよいよ終盤に差し掛かっています署名数が200万を超えようとしている中3月6日、南地のヒルズで行われたリコールギャビン2020のブースではさらに多くの署名が集まりましたカリフォルニア州の市民がリコールギャビン2020の署名運動を開始してから9ヶ月が経ちましたこの運動は3月17日に終了し 次の段階へと進む予定ですカリフォルニア州南チのヒルズの署名運動ブースで、キューバで生活したことのあるボランティアのババラさんは、カリフォルニア州知事、ギャビン・ニューサム氏の数々の言動は、共産主義を連想させると語りました。 また昨年の夏から運動に参加した第35選区の下院議員候補、マイク・カーギル氏は、ニューサム氏は人々のニーズを無視して、自分の利益を優先していると述べています。 You know, side 今回のニューサム氏のリコール署名運動は党派、民族、年齢を問わず普遍的な支持を得ており8万人以上のボランティアが支援しています主催者側によると署名はすでに200万を超えておりリコールに必要な十分な数の署名が集まっていますリコール署名活動はまだ続いており 正式な締め切りは3月17日午後5時となっています。その際、すべての署名が認証され、有効署名数が150万人に達した時点で、リコール国民投票の手続きを開始することができます。NTD ジャパンがお伝えしました。